歯磨きとは、歯ブラシ等を用いて歯や歯ぐきについた歯垢などの汚れを落としたり、歯ぐきにマッサージを行ったりすること。主な目的は、歯周病や虫歯の予防、口臭の軽減である。歯を磨くから、歯磨きと呼ばれている。英名のブラッシングもブラッシで磨くことを意味する。主に歯磨きの清掃効果を高めるなどの目的で、 歯ブラシのブラシ繊維の先端につけるペーストを歯磨き剤という。一般にはそれは歯磨き粉や歯磨き、練り歯磨きなどと呼ばれている。歯磨き剤がペースト状であるにもかかわらず歯磨き粉と呼ばれる理由はかつて粉状の歯磨き剤が販売されていた時代の名残である。近年ではペーストの代わりに液体状の液体歯磨きを用いて 歯磨きを行う人々も多い。歯磨きに歯磨き粉を使わないことを推奨、指導する、歯科医師もいる。清掃効果が十分でない場合においても歯磨き粉の使用によって清涼感が感じられることから、丁寧な歯磨きを行う上で妨げになることがあるからである。歯ブラシによる歯磨きだけでは、歯間や奥歯に、歯垢やその元となる飲食物が残りがちなので、 それに対応する、デンタルフロースが利用されることもある。ワンタフトなどの製品も市販されており、併用する人が増えている。高校内の衛生に気を使う人は、歯磨きだけでは十分でないとして、絶対を掃除したり、歯磨きでは取り切れない歯石を、視界に除去してもらったりすることもある。人類の歯磨きの歴史は古く、古代エジプトに、その記録が残っている。 紀元前3500年のバビロニアで、秋という木の枝による歯磨きを行っていた。この方法は、ギリシャ人、ローマ人、アラブ人、インド人など広い地域で普及した。ブラシによる方法は、中国では1498年に、豚の首の後ろから取れる毛から作ったものが最初で、ヨーロッパでは1780年に、イギリス人のウィリアム・アディスが大量生産したことから、 普及した。日本では、平安時代の宮中遺憾である、丹波安寄り線による、日本原村最古の医学書、維新型に、朝夕刃を磨けば、虫歯にならないという記述があり、記録としては、これが、日本最古の歯磨きの記録となる。江戸時代に入ってから、千柳などの枝の先端を煮てから金槌で潰した、防葉樹が商品化された。歯ブラシの動かし方により、 次のような磨き方の種類がある。バス法は、歯ブラシのヘッドを歯に対して45度の角度で歯と歯肉の境界部分に当て前後に小刻みに動かす、方法。前歯については、縦方向に歯ブラシを持ち毛先を歯の裏側に当てて、ブラシの先を押し付けながら振動させる。スクラッビング法は、歯ブラシを、ペンのように軽く持ち歯の軸に対して直角にブラシを、当てて、 消しゴムを使うように小刻みに振動させる方法。バス法との違いは歯に当てる歯ブラシの角度。45度のバス法に対し、90度に当てる。ローリング法は、歯ブラシのヘッドを歯肉に平行に当て、手首を返して歯肉から歯の先端に向かって、ヘッドを回転させて磨く方法。最近では、電動式の歯ブラシも市販されており、 中にはバス法とローリング法をスイッチで随時選択することができるものもある。また、超音波で歯を磨く機能もついている製品もある。チャーター図法は、歯の先端に対して45度の角度で、歯ブラシの毛先を歯に当て、細かく振動させながら、毛束が歯間から仕根へ当たるようにヘッドを回転させて磨く方法。垂直法は、歯ブラシを歯に直角に当てて、 毛先を歯間に挿入して圧迫しながら振動させる方法。フォーンズ法は歯ブラシの先端を円を描くように動かして歯と歯肉を磨く方法。スマヨジ法は歯ブラシの毛先で歯ぐきをつついて刺激を与える方法。歯周病の予防、治療に最適である。特に歯と歯の間に毛先を挿入して歯間部の歯ぐきにも効果的である。歯磨きは 朝晩の2回が一般的な習慣となっている。昼食後に行う人も多い。多くの子供は歯磨きが苦手で保護者が補助して磨くようにする。離乳食が始まると乳歯が出現するので保護者が専用のブラシを用いて口中を清潔にする。幼児期になれば自分で歯ブラシを使わせて歯磨きの習慣に親しませ仕上げを保護者が行う。 幼児が歯ブラシを加えたまま歩くなどして起きた事故が多数報告されている。歯科衛生士は座って歯磨きをさせる。子供が真似ないように大人も歩きながら歯磨きをしないよう注意喚起している。初等教育では高校模型などを用いたブラッシングの指導が行われることもある。幼児期の虫歯が抱える問題は 歯が痛むことによって食事などで咀嚼することを用事が嫌がるようになり、顎の生育に悪影響を生じる点にある。生育を阻害された顎に、大人サイズの永久歯が成長すると、出っ歯、ラングイ歯などを生じさせ、歯並びや顔立ちのバランスを崩す原因となる。新型コロナウイルス感染症では、職場での歯磨きが原因の可能性がある、集団感染が発生し、 就職後の歯磨きを中止する学校もある。これに対して、日本歯科医師会は、歯磨きを中止するのでなく、換気を十分にして、他人数同時の歯磨きを避け、会話などはせずに口を閉じて小刻みにブラシを動かす、ことを推奨している。ありがとうございます。